ビノットコースラビノットコースラは、インドプネー生まれのベンチャーキャピタリスト。米山マイクロシステムズ社の共同設立者の一人で、ある、陸軍士官の子息として生まれる。父に入隊を奨励されるが、16歳の時に、エレクトロニックエンジニアリングタイムズ誌で、インテル社の設立に関する記事を読み、起業家を志す。インド工科大学デリー校で、 電気工学技術の学士号をカーネギー・メロン大学で、医療性対工学の修士号をスタンフォード大学経営大学院で経営学修士号を取得した。1979年にスタンフォード大学を卒業後、1982年に同窓生だったスコット・マクネギ、アンディ・ベクトル・シャイム、 そしてカリフォルニア大学バークレー校で修士号を取得したビル・ジョイラーと共に3マイクロシステムズ社を設立。1984年まで最高経営責任者を務め、1985年に退社した。1986年にシリコンバレーのベンチャーキャピタル会社クライナー・パーキンス・スコーフィールドバイヤーズ社のゼネラルパートナーに就任。2004年には 自身のベンチャーキャピタルであるコスラベンチャーズを設立。ベンチャーキャピタリストとして数々の企業の設立に携わっている。また、コースラはシリコンバレーにあるインド人企業化支援組織のザインダスエントレプレナーズの設立者の一人であり、インドのビジネス新聞エコノミックタイムズの編集者でもあった。ありがとうございます。